Hey, salut tout le monde, c'est Orenzia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure sur Ni no Kuni, la vengeance de la sorcière céleste. C'est parti! Alors on part de Almameu avec Myrta au temple du jugement pour passer les épreuves. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse avec la vidéo.
Oliver, どうしたの？いや、パパに見つかったら大変。一緒に行こう、シェリー。え？外に出るんだよ。君の病気はもう治ってる。無理だよ。外に出ることを考えただけで胸が苦しくなってくるの。シェリー。行きなさい、シェリー。え？パパ？シェリー、今まですまなかった。私はどうかしていた。病気のお前をほったらかしにして、レイシルともいつも喧嘩をしていた。おそらく、お前を縛りつけているものは、この私だ。パパ。お前は心のどこかで、自分がこの家から出ていけば、私とレイシルがお前という唯一のつながりを失って一緒にいられなくなる、そう思っていたんだろう。だからお前は、お前の体は無意識にこの家から出ることを拒んでいたんだ。パパ、私。もう大丈夫だ。パパも、ママもな。パパ。シェリー、パパを許しておくれ。パパ。羨ましいんか。え？ううん。素直とちゃうの。オリバー。え？私、勇気を出して外に出てみる。私を外に連れてって、シェリー。シェリーやったよ、やったよ、オリバー。私、外にいる、外にいるよ。なんや、ええ気分やな。オリバー、ありがとう。
なんだこれは。私どうしたのかな。君はジャボーに心を奪われていたんだ。私が心を戻ったのか。マル、本当にお前なんだな。マル。パパ。すまなかったマル。確かにマルは勇気を奪われていた。でも本当に勇気を失っていたのは私自身だったんだな。オリバー、君はそれを教えてくれた。ありがとう。はい、ソロンさん。私もジャボーと戦うよ。再び一つながりの笛がこの世界に響き渡る日が来ることを信じてな。一つながりの笛。かつて世界が平和やった頃の。そら古い話やで。二の国の全ての王によって少しずつ削り出された平和を象徴する笛だ。その笛の音こそ世界が一つであることを意味している。その笛が吹かれなくなってもうどれくらいになるのだろう。三人の王の仲がごっつ悪なってからは聞かんな。やろうよ。もう一度あの笛の音を鳴らそう。私たちの手で。ああそうだなマル、私もやってみるよ。オリバーたちと共に。ありがとうございますソロンさん。Thank you.
Thank you.
オリバー。え？何？オリバーはさ、なんで旅をしてるの？ジャボーを倒すなんて普通の子は考えないよ。そうだね。母さんを助けたいんだ。お母さん？うん。僕を助けようとして死んじゃったんだ。でも雫がその原因はこっちの世界にあるって。じゃあお母さんを助けるための旅なんだ。そうだね。素敵だね。え？誰かのために一生懸命頑張るって素敵なことじゃない？私だってオリバーみたいに素敵な旅ができるといいな。ごめん、なんかそっちは大変なのにね。ううん、いいんだ。でもジャボーは手強いよ。あいつは人の心を奪って自分に歯向かうものを抜け殻人にしている。誰もあいつに逆らえない。誰もあいつには勝てない。知ってる。でも僕は絶対に倒す。でしょ？あ、うん。でも不思議、全然強そうじゃないのに私オリバーならできそうな気がする。なんでかな。マル。さあそろそろ休もっか。うん。Thank you.
このお方が仙人様か。仙人様、私たち試練を受けに来ました。ほら、仙人様じゃないだすよ。え？バカ者、仙人はわしじゃ。そっちは弟子の城主じゃ。Thank you.
Thank you.
ここが最後の試練。なんや、真っ暗やな。オリバー、あれ。Yes.
はい、出す。受け取るがいい。これが精霊のハープじゃ。うわぁ、綺麗。Thank you.
Thank you.
行くよ、みんな。Thank you.
Thank you.
Thank you.
みんな。Si on peut faire évoluer nos familiers. Alors, non, je crois. Alors, ah bah oui, donc du signe de la lune. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Humaniste. Ensuite. Ah bah non, donc là j'ai que des signes de la lune. Donc ça, signe de la planète, non. Ah non, non. Bon bah c'est déjà pas mal. Allez, on continue à monter jusqu'en haut du volcan. C'est parti. Let's go.
やはり来たね、坊や。あれはジャボーや。ジャボー？え？私もお前に試練を与えるとし。
気をつけて。行け。
改めてよろしくね、オリバー。
行くよ、みんな。Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. À bientôt, ciao ciao.